ネーブは三重県名張市出身の総合格闘家、名張市鈴蘭台小学校、名張市立北中学校、三重県立上野工業高校卒業。三重県名張市に在住ながら、東京、大阪、名古屋で試合をこなし、海外での試合も経験。中学、高校と学校の柔道部に在籍し、中学時代は-55kg 級、高校時代は-60kg 級で大会へ出場していた。現在は奈良県橿原市にある青銅会館グランドスクエアジャパンに所属している。2012年7月にグラディエーターでプロデビューし、ヒート、デモリション、パンクラスなどにも参戦し、2018年2月には韓国ソウルで開催されたトップ FC に参戦し、キム・ギョソンに TKO 負けを喫している。2016年から新体制となったグラディエーターへ継続参戦し、2018年9月に大阪府堺市で開催されたグラディエーターデモリションボリューム2において鎌涌治と対戦。判定2-1で勝利し、第3代グラディエーターフライ級王座につく。2019年7月、東京スタジオコーストで開催されたパンクレス307にて、中村達之にリアネーキッドチョークで一本勝利を収めている。ありがとうございます。